はい。えー、即可塾のクーでございます。今日はね、いい発表がありました。いい発表なのか悪い発表なのか。あのね、なんかね、冗談にも程があると言いたいんですよね。それがこのタイトルです。緊急事態宣言、7日に決定、菅首相、国民の安心最優先って。国民の安心は、未だに得られてないんですよ。で、本当に国民の安心を最優先するんだったら、もっともっと前にこういうことをやらないとね。 もうね、後がなくなってからやったんじゃダメなんですよ。やっぱりね、早期発見、早期解決だと思うんですよね。まだ問題が小さいうちに徹底的に封じ込めて、あ、大きくならなくてよかったね、ならいいんですよ。でも、医療崩壊だのね、直訴に1都3県の知事が押し寄せてきて、やっと思いこしを動かすとかね、もう完全にその小池都知事に出し抜かれちゃってますよね。やっぱこういうのはね、菅総理がリーダーシップ取って、先手先手でやっていかないと。 この前もなんかあれでしょ、テレビで先手先手でやりたいとか言ってましたけども、完全に後手ですよね。しかも何ですか勝負の3週間なんかね、安倍総理の時からですけども、2週間が勝負だとか言ってね、なんか1ヶ月ぐらい経ってたじゃないですか。で、この夏が勝負だとか言ってね、どういう勝負なんですかで、勝負の3週間っていうのが結局年末年始まで来ちゃって、その勝負も一向に勝つ予想はないですよね。で、私は思うんですけども、やっぱりね、 これは国民が一致団結して、不安を抑えるために、国民は本当不安ですから、生活とか、それから感染とかね、ものすごく不安なわけですよ。まあですんで、もうマスクもするし、飲食店も控えるし、必要最小限の行動で、ええ、まあ、その中でも楽しみを何とか見つけようかなと思ったり、収入を確保しようかなと思って、宿泊してるわけですよね。で、菅総理は、そんな中、ご老人のその体をですね、寄せ集めて、なんか会食とかしてるわけでしょ うんで、菅総理だけじゃなくて他の閣僚もあっちこっちどんちゃんどんちゃんしてるわけですよ。これね、あんまり言いたくなかったんですけども、今回の新型コロナウイルスって、ご高齢の方とか、それから基礎疾患を持っている方を守るために、健康な方がね、無症状で感染を広めないために我慢してるわけじゃないですか。でもその当事者たるね、おじいちゃん軍団が、菅総理をはじめとする閣僚軍団がね、率先して飯食いに行ってどうするんですかって話なんですよ。 で対策をしたって言うけども対策をしていてもうんその何対策ってのはその飲食を行かないことじゃないですかしかも不要不急なわけじゃないですかあれは王 <laughs> 選手とそれから杉良太郎さんとノモンタさんに何を大事な話をするんですか国家機密ですかねタレントさんと一緒に食べたり飲んだりしててそれでね国民の最優先だとか安心の最優先だとか外出を控えましょうとかねでステイホームだとか うん。五つの子五つの子なんか言ってましたよね。うーん。ちょっとこれはないんじゃないかなと。冗談にも程があるんですよ。で、ここに出た言葉が国民の安心最優先でしょあの、まずお金配ってくださいよ。うん。暮らしが安心じゃないですよ。会社が潰れて、お店がなくなって、もうひどいもんですよ。倒産した店舗とか、開業したばっかりの飲食店が、もうあっという間にね、半年もせずに閉めちゃうわけじゃないですか。で、持続化給付金も未だに届いてないところがあるとかね。もうめっちゃくちゃですよ。 で、残ったのは借金だけと。うん、確かに、このコロナ感染症っていうのは仕方がないですよ。これは別に官邸のせいじゃないですよ。官邸のせいじゃないんだけども、国民の安全とお命を守る義務が政府にあるわけでしょ。で、そのためにリーダーとして自民党の何がしさんを選んでるわけじゃないですか。それが全く役に立たないっていうね。これで何を、あの国民の安心最優先と。しかもこんなに遅れて。うん、ちょっとね、真ん中の方読んでみましょうか。 総理は役員会で緊急事態宣言に関して国民が政府与党に一番望んでいることは安心と希望だ。その通りですよ。最優先はコロナ対策しっかり頑張っていきたいと。いや、頑張ってくださいよ。のんびりしすぎですよ。うん、しっかり頑張って、きちんと財務省にね、えー、もう100兆の財政出動を命令してくださいよ、これは。要請じゃなくてね、命令。その他にもできることはいっぱいあるはずなんですよ。最優先で躊躇なくって、 国会ももう始めた方がいいですよ。18日日召集じゃなくて、もう別に今日からやればいいじゃないですか、国会。ね、どうせ時間の無駄をいっぱいするわけですから、前倒しで早めに始めとかないと間に合わないですよ。18日から始めたんじゃ決まるものも決まらないし、結局その間にまたスキャンダルとか出てくるんじゃないですかうん、文集法とか打たれますよ。ということでね、菅総理、緊急事態宣言7日な7日でいいですけども、それもな、ね、どうなんかなと思いますけども、人に言われてやるようじゃ。もう目の前真っ暗ですよ。 まずは国民にお金を配ること。事業者さんにお金を配ること。もうね、どんな会社もどんな店も潰さない。このコロナに勝利をしたオリンピック。そのオリンピックまで1店舗だって1社だって潰さないような覚悟で言ってほしいですね。で、結局ね、あの、自己太りとか焼け太りする会社があってもいいんですよ、それは。うん、それはそういうのでいいじゃないですか。いつの世もそういうのはやる。 あるんですよ。でもそういうね、自己太りとか焼け太りとか一部ね、詐欺でお金を取っちゃう人をいることを口実に、健全な人が巻き添えを食って死ぬっていうことは、やっぱ許されないです。まずは、あのー、そういうふうなね、不正よりも、生命を守っていくこと、業者を守っていくとこと、この国を守っていくことが先なんじゃないかなと思うんですよ。で、不正に対しては、平和になってからまたね、ゆっくりやればいいじゃないですか。うん、なんかこんなところでねあ、あちこっちいちいち躊躇してる場合じゃないと私は思うんですけどね。 えー、そういうのも込みで国民の安心最優先ってことだと思うんですけどね。は、どうでしょうか。あきちんとね、えー、やっていただけるのかどうなのか。なんとも不安が残るこんなね、記事になりました。緊急事態宣言。うん緊急事態宣言が出たところで、我々の暮らしは何一つ楽にならないわけですよ。ね。安心最優先でしょ安心最優先。今足りないのはお金でございます。それ以外ないと思います。これに、えー、反論する人はいないと思いますよ。私たちが安心して休めるようにお金を配ってください。 よろしくお願いします。